日本の枠じゃないよっていうのを見せたいですね。 UFC に出るだけじゃなくて、もうベルトまで一気に駆け上がりたいなっていうのも自分で思ってますし、 UFC チャンピオン絶対にそこには行かないと意味ないんで、自分の中ではここに来た意味もないんで、だからもう本当僕は海外一直線ですね。本当まあ見てくれて買ってくれるんだったら、まあなるべく早めがいいんですけど。日本人の強さっていうのをやはり見せつけてもらいたいです。日本対世界、日本が強いようで見せてほしい。まあ、腕試しのバックとか、その団体とか競技の垣根を越えた先を見て戦ってほしい。突き抜けるような試合をしてほしい。本当に世界に向けて旅立っていくためのステップみたいな感じになってくる。世界のベルトを腰に巻いて、こう壁に張り付いて何回かこの子でもう1回立ち上がるってこうもやりたいんですけど、これ今マウント足をかける三角か、三角なのか、落ち着いてしっかりと落ち着いて、さあロックした30秒以上あるぞ、してさあ来た、止まった、決まった、すごい平田達郎新チャンピオン、すごすぎる。はい、ちょっと違いましたね。強すぎ。まあここ最近、まあ、ずっと圧倒して勝ち続けているので、まあもう VTJ 外国人選手とのパンチとかキックとか体の強さとか、いろいろ感じてみたいっていうのがあるんで。Tremendo volado de derecho, ¿no? Va el cuerpo trabajando, buenas manos de parte de Pacheco, buena rodilla de parte del goleador de Pantalón Azul, de la pesadilla, está golpeando, lo conecta a la zona del cuerpo, lo está acabando, lo está terminando y se acabó, y se acabó. やっぱり今まで戦ってきた選手よりもやっぱり一回りというか強いなっていうのは映像を見ても思いますし、自分が受けたことない攻撃力とか体の強さとか感じると思うんですけど。まあその中でも競り勝つとかそういう試合も見せていきたいですね。まあ VTJ は沖縄でやった時は2015年の10月3日だったんですね。達郎当時高校1年生で、じゃあ達郎を見に来いよっていうことでチケットを買って見に来てくれたんですね。やはりそこで僕も勝つ姿を見せれたのは一つ、とても良かったなと思って、その後まあ彼の中でどう思ってるか分かんないですけど、そこから達郎もこう練習を重ねていって試合で勝つようになって、プロになってチャンピオンまでたどり着いたので、VTJ というリングをまた坂本さんがとても大きないい舞台を用意してくれたので、そこで達郎が今回試合をするというのは何か本当に運命的なものはあるかなと思っています。こんだけ鬼のスパーリングでもなんだかんだ1人いつも10本ぐらい買う。西川大和、はい、今ですね、今のこのグラウンドの状態だと10時ですね、バックチョーク狙ったぞ、動いてないしな、決められるか、決まった西川大和。うまいんで、ちょっとこう回避しながら。あ、ほんとほんとほんと。3分でやる。じゃあ、あとお願いします。小学生の時に、VTJ の試合をYouTube かなんかで見たのかな、あれ日本最弱って何のことかなと思ったら、あれがバーリトゥードジャパンで日本人全滅っていうのを見て、あ、そうなんだと思って、そんなこだわった印象ですとかなんか、そんな強い印象っていうのは特になく、また自分の試合なのかなってぐらいでしか思ってないですね。自己流で試行錯誤して育てた息子がなんかそういう舞台に立てるっていうのは、ベルト取って今度 VTJ って正直運命感じましたね。もう全然プロにもなれなくて、なんか挫折して地元に戻って腐ってた人間の息子が、言葉で言えないぐらいもう感謝してますね。でもペットの動画ね、公開したとしてもやる人いないと思う。あんまりいるんで、だってバカになると思うよ、普通だったら。普通やらないですよね、この練習。これは狭いんでどつき合いせざるを得ないという。そうなんですよ。でその中でみんな食らいまくってんじゃなくて、ちゃんと受けてるんで、それでディフェンス身につくんですよね、この人たちが。だから僕が試合終わったらいつも顔の傷がないっていうのが、ちゃんとディフェンスしてるんで、よくあの試合を見て、あれ、あの子若いうちにドランカーになるんじゃないのっつって、俺の顔見ろって感じなんで、何一つ傷ついてなくて帰ってきてるんで。っていうふうに伝えられてるんです。わあ、危ない。さあ、この辺りは、いや、今も自らパターンと倒れるようにね。いいですね。いっぱいもうかなりたくさんの方から来てますね。独特だって、まあ言わしたいやつには言わしてればいいし、僕は痛くも痒くもないんで好きなだけ言っててくださいって。僕の場合はもうはっきり言うと一匹狼なんで、別に誰も頼るつてがないので、自分独自のスタイルを持ったからといって不安ということは一切ないですね。はい、自分がもっともっとこう世界に向かってテクニックが増えたり、持ってる 100% に近いパフォーマンスを試合で出したいっていう方が、僕はそういう向上心の方が強いんで、あの選手と西川選手やったらどうなのとか、別に対戦相手がこういうチャンピオンなんだってとか、もっと何々なんだってって言われても、僕からしたらだからどうしたのって感じなんですよね。デビュー戦ではすごい良い勝ち方できたなって思ったんですけど、まあ、これからそれを継続できないと意味ないと思うんで、オファーいただいた時はやっぱり VTJ っていうすごい大会じゃないですか。やっぱりいろんなレジェンドが集まったりもしますし、その大会にプロ2戦目で出していただけるんであれば自分は出たいですとお父さんに言ったら喜んでました。お前やばいやんけってずっと言ってたんで、お前それは出な後悔すんぞって、まあ、その通りと思いました。はい。高橋さん、真面目ですか。地図のイメージなんで。ピッチンチキン。階級違うって言ったんですか。高橋さんが一緒に練習してくれるんで。あ、お願いします。でやっぱ特別ですね、ここは本当に練習してもらってる先輩方や、まあ、環境もすごい整ってるんで、その所属になってからフィジカルから見ていただいて、体つきが全然変わったんですよね、やっぱり。で寝技も分からないことを聞いたらワンツーマンでしっかり見てもらって教えてもらって、だから自分的にここが一番自分に合ってるんじゃないかなと思いましたね。はい、言うたら初心者じゃないですか。僕まだ初めて1年ぐらいで、1年ちょっとなんですかね、もうでこんな指導、こんな環境整った、こういう指導受けれるってなかなかないんで、彼とか凛也とかを世界に連れていけないようだったら、僕とか女将とかがダメな指導者だったってことなんで、責任持って気合で育てます。はい、本当に世界に向けて旅立っていくためのステップみたいな感じになってくる。やっぱりまっすぐ世界に向いてるパトリックが選ばれたんだと思います。そこで枕しながら肘のイメージを、頭を押さえて頭を押さえて。ナイス。ナイス。兄貴のトップレスラーに技術を教えてもらって、こんなんレスリング覚えたら本当手つけらんなくなるじゃないですか。怖いっす。マジっすか。怖くてたまんないっす、毎日。中村さんが怖いっていう。いつテイクダウンできなくなっちゃうんだろうみたいな。羨ましいですね。はい。そこ出れる舞台は羨ましいし、その1試合目っていう、なんかやっぱ火付け役として選ばれたと思うんで、そこでインパクトのある勝ち方できれば、そうですよね、世界にも知られてくると思うし、まあ、本人 MVP 取る気満々なんで勝利どころか MVP 見据えてるんでとんでもない暴れ方すると思います。はいラスト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 正面僕は正直人気者になりたいっていうよりかは世界一になりたいっていうベルトを巻きたいっていうのが自分の中の夢であって、有名になっても強くなかったら意味ないと思うんで、みんなにちゃんと証明していきたいです、自分の強さを。どんどんやりたいですね。本当いろんな選手とやればやるほど強くなると思ってるんで、 UFC とかできるだけ本当に早く挑戦したいなっていうのは思ってますね。はい、もうドリーマーズの時から言ってるんですけど、もう UFC チャンピオンっていうのは言ってます。はい。絶対にそこには行かないと意味ないんで、自分の中でもここに来た意味もないんで、はい。結構自信があるんで。本当に VTJ ここでドカンと勝って UFC と契約するなら本当に契約して、もうベルトまで一気に駆け上がりたいなっていうのも自分で持ってますし、言葉に出さないと絶対できないじゃないですか。で別にバカにされてもいいですし、自分はでも絶対やるっていう気持ちは絶対変わらないんで、はい、自分の人生なんで自分にかかってるわけじゃないですか。他人に人生預けてるわけじゃないんで、自分自身そこら辺しっかり持ってるんで、別にもう何とでも言えばいいし、まあ自分が負けたら自分の責任だし。まあ何やっても面白いなっていうのはありますね今。